はい、どうも、大キャノンです。今日も表現はブラックじゃないやっていきたいと思います。今日のテーマはですね、私がこの、7月まで、自分をブラックにしないために、課していたルールという、話をしていきたいと思います。はい、もうその一つだけをちょっとご紹介して、もしね参考になればやってみてくださいというやつです。はい、私が自分に課した、ルールですね。12時間ルールです。はい。12時間ルールって一体何かなって思うんですけど、私の勤務校では、なんか、もうタイムカードをつけていて、自分が出勤した時間を見るんですよね。何々さん。おはようございますとか出るんですよ。それでピッピッてやって、その時間もちゃんとそこに出てるんで、まあ必ずね自分の来た時間というのを確認できる。そして帰る時も帰る時ここでピッてやって、その時間ももちろん見るので、必ずだから入った時間帰る時間を自分が見ることになるんですよね。で、まあそういうところは前の学校にはなかったんですけど今の学校にはあるので、自分で考えてですね課したルールが12時間ルールになったんです。でこれは何かというとですね、まあ例えばまあそうですね。来た時間が、7時15分だったとします。もう順番早いと思いますけど、はい。7時15分だったら、その12時間後までに、絶対勤務校を出るということですね。はい。まあ単純な、簡単なルールです。12時間後には出るというね、ルールを自分に課して、7月まで頑張って働いていました。もちろんだからまあ完璧にもちろん守れたわけじゃないんですけど、基本的には自分の時計確認して12時間経てたらもう帰るんです、ね。もちろんまあいろいろ仕事は残ってる時はちょっとほとんど残ってましたね。ほとんどの日仕事残ってましたけど、まあ明日の朝早く来てやろうとかね、そういうふうに切り替えて、必ずもう12時間経った気づいたらもう出る。もうちょっとどうしてもちょっと、その日、それだけはっていうのが残ってたらやって、まあ、だいぶオーバーしちゃったこともあるんですけど、基本的にはそうしてました。12時間経ったら、お帰ろうと思って帰りました。はい。で、まあ、いろいろ、このルールはすごく自分にとって良かったかなと思います。やっぱり教員の仕事って特に、まあ、担任とかやってると本当再現ないので、終わりが見えないんですよ。本当に皆さん、めっちゃ遅くまでね、毎日怒られているので、本当はおかしいんですよ。もちろん、やってる皆さんは本当に素晴らしいですよ。けど、こういう勤務になってしまう職場環境、まあ、その学校というよりはもうその、なんていうの、教員世界という構造がね、おかしいんですけど、そういう風になってしまっているので、自分はもう本当に12時間なら帰るっていう風にしたら、まあ、毎日ね、まあ、多少は、まあ帰るのちょっと私今家遠いので、だいぶかかっちゃうんですけど、まあ家でも、まあ、1、2時間は家での時間もありましたし、あとは、まあちゃんとね、その日中に絶対寝てましたね。その日中に寝れたので、次の日、まあ、寝坊するってこともなくて、まあ基本私は寝坊あんましない方なんですけど、まあ全くしないわけじゃないですけどね。はい。なので、この12時間ルールっていうのを課したおかげで、一応まあその生活サイクルが維持できたのかなって、自分の意識の中でね。なので、まあすごく自分は良かったかなと思っています。はい。なんで皆さんもですね、早く帰るルールっていうかね、そういうものを自分で、決められるといいんじゃないかなと思います。本当に終わりっていうのは、終わりはないです。教員の、特に担任の先生とか、主任の先生とか、お仕事。終わりないと思うんで、終わりを決めた方がいいと思うんですよ、自分で。で、別に、この12時間ルールで残していった仕事のせいで、そんな別にこの7月まで私追い込まれたこととかないんで、それはまあ、それで良かったかなと思っています。まあ自分も本当に心身、健康に7月まで過ごせたっていうのが一番、すごく大きいところかなって今思っているので、この12時間ルール、どうでしょうか。ぜひね、やってみてください。はい。
では、今日はですね、私が、7月まで、貸していた12時間ルールについてちょっとお伝えをしました。皆さんも、自分のね働き方が、ホワイトなものになるようにいろんなものをね工夫をしてみてください。自分で工夫するっていうのはすごく大事だと思いますので、それではまた、来週、声がちょっと夏休みなので、来週毎週ね投稿していきたいと思いますので、ぜひ見てください。はい、ちょっとじゃあですね、この後、お知らせの後ちょっと今回おまけトークに来てましたので、こちらの方も見てもらえば嬉しいです。それでは。はい、おまけトークなんですけど、まあ、この12時間ルールを、知り合いに話したんですけど、いや、職場に2桁時間いるってやばくない？って言われました。はい。